今もなおマンションの建設が続く日本。その事業をひも解くキーワードの一つが、長期にわたり家賃収入の向上と資産の維持を目的としたマンション運用です。その現場の最前線には、人と人とのつながりを大切にするある企業の姿がありました。敷地のパターンとか見て、だいたいパッて見たら、あそこだっていう。これ多分職業病だと思うんですよね。その企業に契約という言葉はありません。単発的に本当にもうバーンとこう売り上げが上がることを目指しているわけではなくて、少しずつでも少しずつでも積み上げていくことが僕は重要だと思ってるんで。あくまで人にこだわる、その企業の理念に迫りました。時代の理念。流行の発信地、東京渋谷。道玄坂を登っていった先に本社を構えるのが二棟株式会社です。はい、私です。本日ご連絡させていただくのは初めてですけども、資産形成を目的としたマンションの運用をはじめ、管理を行う賃貸管理事業、古い物件を再生するリノベーション事業など、マンション運用に関わる事業を多岐にわたって展開しています。従業員数は59名。そのトップに立つのが代表取締役の宮園康人さんです。家賃水準って結構どの時代も変わってないんで、そこが分かれば不動産の大体価格帯とか不動産全般が理解できると思ったんで、投資マンションを一番主として扱ってるっていうのがあるんですけど、事業の中でも特に注力しているのがマンションの運用です。二棟株式会社では、東京都内を中心に1000以上のマンションの部屋を扱っています。マンション運用もさることながら、不動産運用の必要性っていえば、人が生きていく上で必ず住環境というのが必要なんで、まあ分かりやすく言えばマンションで言えば、例えばじゃあ今、お部屋を借りている方、まあ、お住まいがある方、家賃を払ってますか、それとももらってますかという質問を受けた時に、払ってますという方にとっては、必要性っていうのは実感されてるんじゃないかなと。で、逆にもらってますっていう方も、もらうなりの、必要性っていうのは感じてるんじゃないかな。結局人間がいれば必ずその必要性っていうのは、みんな部屋があればですね、必要性っていうのは体感されてるんじゃないかなと。人が生きる上で必要な10の環境に携わる仕事、その中で宮園さんが大事にしているある考え方があります。例えば、マンションを分譲したんであれば、周りの会社さんとか、同業他社さんは制約という言葉を結構使ってると思うんですが、弊社の場合は、分譲させていただいた後はお預かり、お客様のお預かり、どういうことかというと、反復継続した、事業をやっていく、ただ売ったら売りっぱなし、ではなくて、販売した後に長いお付き合いをお客様としていく、この思いを持って、会社が運営というかですね、起業してます。社員全員にも言い聞かせているという二棟株式会社の理念、一預かり。一体どういうことなのでしょうか。これからオーナーと会うという営業歴4年目の丸山さんの仕事ぶりから、その考え方が垣間見えました。こんにちは。お久しぶりです。この日、丸山さんのもとにやってきたのは、1年半ほど前から二棟株式会社を通じ都内にあるマンションのオーナーとなった男性。お久しぶりです。お久しぶりです。体調の方は大丈夫ですか。まあ、ぼちぼちですよね。マンションを運用することで、将来、保険代わりになるかなというところで最初始めました。はい。もともと生命保険の代わりになればと始めたという投資マンション運用。
1年間経ちましたけど、うん、あれが何か変わったことありますか？特にはないんだけど、ほら、地震がさ、最近落ち着いたけど、そうですね、熊本の地震でさ、はい、うん、まあ、うちの会社も大打撃を受けてさ、大きな地震があった際のマンションへの影響を不安に思っていた男性。すると丸山さんは資料を開き、また簡単に言うとですね、旧耐震というのと新耐震という2つの建物があります。1981年以降を建てられたものは、まあ、新耐震という、まあ、基準の建物になっておりますので、こちらに書いてある通り、もう 80% 以上の確率で、うん、損傷はなかったということになっているので、はいはい、ご安心してください。わかりました、はい、過去のデータを用いて丁寧に説明。さらに最近1軒目の物件売ってくれとかって言われちゃってるのに、どうしようか。それはまだ持ってた方がいいと思います、間違いない。持たれた理由というのが、例えば生命保険があるので、持たれてると思うので、まあ、単純に売却してしまえば、生命保険効果もなくなってしまうので、まあ、それも売却しないことが一番であるんですけども、ただ電話が来るということは、今お持ちの物件がものすごくいい物件なので連絡が来るので、そういった部分に関しては反対に安心して、あ、いい物件持っててよかったなと思っていただければと思います。オーナーがマンションを運用する上での不安や疑問を丁寧に聞き取っていきます。まあ、耐震の話とか親身になって話してくれて、まあ、安心感を与えてくれる、そんな営業さん で万が一その営業がいなくても、あの周りの人でフォローしてくれるみたいな、そんな会社かなと、思ってますね。やっぱりお客様に運善万運億に近いものも、やっぱり私たちの提案で、まあ、そうは重荷を背負ってもらってるわけなんで、その責任感をしっかり持って対応はしてます。すいません、今日は本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。またじゃあ、はい、よろしくお願いします。マンションを販売した後も安心してオーナーを続けられるよう、社員一丸となって支えていく。それが一預かりという考え方なのです。お客様の将来責任持ってやるんで、ただやっぱり責任持ってやるからには、どこの誰よりもいい提案しようと思っているので、お客様から丸山さんだからお願いしますと言われた時が一番嬉しいです。入居者にとってもオーナー様にとっても反復継続した事業をやっていくことが、求められる事業なんですね。分譲して終わりではなくて、その、販売した商品を管理運営していって、預かっているような状況、オーナー様の大切な資産をお預かりして、オーナー様の、資産を守っていく、パートナーとして、企業は存在している。そんなマンション運用の中でオーナーが不安を感じることの一つが入居者。せっかく運用していても入居者が入らなければ家賃収入を得ることができません。その悩みを解決するために、二棟株式会社では自社マンションの部屋を主に扱う店舗を常設。直接入居者を募ることができる体制を整えています。二棟株式会社が大切にしている一預かりという考え方、マンションが出来上がる前から始まっています。はい、これからどちらに行くんでしょうか？これから今年の、秋口に竣工する品川区の向かい、あの物件に向かいます。現場の職人さんに、まあ、気持ちを伝えるじゃないですけど、まあ、朝早く起きて仕事されてるのをですね、こういう思いを持って作ってんだなっていうのを感じるためにも、はい、現場行って差し入れじゃないですけどね、やったりはしますね。はい、毎月定期的に行われている
建設現場の視察、宮園社長自ら足を運びます。あ、だいぶ経ってきましたね、はい、もう来月の6日で上棟します。それでもうコンクリートの方が終わりです。到着すると早速建設に携わる担当者たちと直接話をする宮園社長。品川区に建設中のマンションは秋口の竣工に向け着々と工事が行われていました。この日は新入社員3人も同行。建設中のマンション内の視察はこれが初めてです。中に入ると現場の担当者と図面を使いながら工事の進捗状況について確認。ここでセキュリティ聞いた自動ドア。で、基本ベースはもう こんな感じ、全部四角のコンクリートの塊で、そこにどういう家を作っていくのかっていうのを考えてる感じ。初の建設現場を目の当たりにした新人たちに社長自ら解説をしていきます。新人たちも興味津々。天井が何メートル？2.4。この高いところ2.4で、低いところはサッシに合わせますからちょっと低いです、ね、だから天井がここからこういう感じで上がってで 2.4 だ。これは全部確認です。全部の階ですか？そうです。さらに一行は工事が進む3階を見るため階段を上っていきます。到着した部屋では壁の工事の真っ最中。あ、全然わかる。この中へグラスを入れる。何を入れるんですか？グラス。グラス。ガラス製の、あのこういう綿みたいな。綿のような。実際に建設現場に訪れ、建設に携わる人々の思いに触れることでマンションそのものを知ることができ、それが運用を考える方々との信頼関係につながると宮園社長は考えます。所長さん、 お忙しいところ、あの新しいメンバーのためにお時間こんな取っていただいてすごくありがたいなと思いました。目キラキラしてたんで、もっともっと他のメンバーにもこういうチャンスをこう与えられるような会社作りしたいなと思いますし、そういう思いを抱かないとお客様にもその思いって伝えられないんで、一人一人の、働かれてる方の汗見ればなんか考えてることとか理念って間違ってないんじゃないかなと思うんですけど、物件を一からやっぱ見るにあたってお客様に、一つ一つ説明していけるので、しっかりご案内するっていう部分で一から見れたことは良かったと思います。そのお客様から一つのお預かりをいただくっていうことなんで、大切なものを売っているという考えです。この現場を見ることによってやっぱ、これからお会いさせていただくお客様に伝え方とかも今までとは違った伝え方とかもできるかなと思ったので、すごいいい経験になりました。オーナーを募集する以上、扱う物件についてはしっかりと責任を持つ。こうした一つ一つの行動が二棟株式会社の理念である一預かりにつながっていくと宮園社長は信じています。今後二棟株式会社の展望はまず第一に地産地消を目指してます。当たり前の話、自分のところで作ったものを自分のところで分譲する、野菜もそうですけど、自分のところで作った野菜を、自分のところで販売、八百屋として販売していけば一番鮮度がいい野菜ですし、一番、安価で商品をお客様へ、届けることができると思うんですね。で、これマンション事業も一緒だと思ってますんで、自分のところで、その地域を選定して作っていく、そしてそれをお客様へ提供していく、そのことによって時代のニーズに合ったマンションで、より安価なマンションを分譲できるんじゃないかっていうことを信じてまして、それが今のビジョンです。これからも人にこだわり続け、さらなる飛躍を誓う二棟株式会社。マンション運用の現場には強い思いを持って仕事をする人々の姿がありました。